狐一号さん、お疲れ様です。ずっとふわっちで稼いでいく感じですか？ああ、稼げる、稼ぎたいですね、ふわっちで。稼ぎたいですね、お疲れ様です。稼ぎたいですね。二号さん、お前じゃ無理。キツネ三号さん、ツイキャスには行かないのか。ツイキャスね、どうなんだろうね。ツイキャスどうなんだろうね。狐一号さん、ツイキャスもお金ってもらえるんですか？ツイキャスももらえるらしいよ。うん。狐一号さん、すごい時代だ。うん。すごい時代だよね。働かなくて生活できちゃう時代だからね。えぐいよね。ほんとえぐいよな。狐一号さん、お昼は食べたんですか？お昼は食べてないかな。朝飯食って夜寝るときに食えればいいかな。俺は狐四号さん、よ、ゴミー。狐一号さん、狐だとコメント荒れますね。ああ、いいよいいよ、ブロックするから。普通にしていいよ。バシバシブロック入れるから。狐五号さん、和戸さんおはよう。はい、おはよう。狐一号さん、ひげが本当に羨ましい、伸びるの遅くて。ああ、そうなんだ。俺もう3日生えたら、3日だったらここ苔みたいなの。狐五号さん、最近配信してくれるから楽しいよ。はいはい。狐六号さん、のりこをまんこ舐めたい。
キツネ5号さん、ブロックしたの？ブロックしてるよ。うん。キツネ7号さん、おはようございます。はい、おはよう。キツネ1号さん、ブロックされたらずっと見れないんですか？うん、そうでしょ、ブロックだもん。ブロックされたら見れないよ。キツネ3号さん、映画の資金はパソコン代とは別に集まった？集まってないですね。キツネ8号さん、弾丸塾はどうなったんですか？弾丸塾なんか月末にアップされるって解放に聞いたけど、アップされたのかな？された？俺も運営さんから連絡来てないな。アップされてないっぽいね。アップされてないね、うん、されてないね。弾丸塾どうなったんだろうね。キツネ1号さん、パソコンとか得意分野ですか？うん、パソコン全然詳しくないよ俺は。全くわからん。全然詳しくないよ。キツネ9号さん、ニコ生のたけしが出てた動画見たけど面白かった。ある北郷さんで出たね。うん、出てる出てる。あれ面白いよね、すごいよね。ゴミイクズウキ様はゴミイカの誇りだ。うん、あれすごいよね、たけしさんね。アンチコメントがひっくり返るもんね。あれすごくない？あれ本当の芸人だっていうの分かるよね、たけしさんがね。あれはビビったもん。ああ、この人生主の時代に生まれても多分勝ってただろうなって、キングになってるだろうなって。あれは伝説だよね。アンチを囲いに変えるんだ。やっぱ舞台で生でずっとやってたからやっぱ分かるんでしょ、群衆心理みたいなものが。芸人だよな本当の。あれは本当震えた。天才だと思った。すごいよね。キツネ1号さん、あと1ヶ月で今年終わりますね。早いですね。早いよ早いよ、もう一瞬だよ人生。キツネ11号さん、ワドツおはよう。はい、おはよう。ワドツ、ワドツおはようで誰だかわかるからすごいよな。言い方で今誰だかピンときたもん。すげえな、なんか超能力だな、ここまで来ると。キツネ12号さん、お前相変わず気持ち悪いな、チタラワラ。キツネ9号さん、東大生の血を賢くない人に輸血して頭良くなるかって企画とか笑った。あれすごいよね、尖りまくってるよね、うん、キツネ11号さん、えへへへ、うん、
キツネ13号さん、ワドツー。はい、ワドツー。おはよう。キツネ11号さん、一斉にキツネサムネが外れて源陣のサムネだったら楽しいね。面白いかもね。キツネ7号さん、和戸さん、まだ YouTube の途中までしか見てないんだけど、カメラの撮影でなぜ暗いって思ったんですか？あ、なぜ暗いと思ったか、暗いからですね。まあ簡単にもうそれは単純な話で、暗いと思ったから明るく撮りたいのに、あのカメラの標準露出って言うんだけど、明るさを調整するところではゼロって出るの。ゼロって出るってことは正しいって意味なんだけど、明るさ綺麗に撮れてるよっていう意味なんだけど、明らかに体感でこれ綺麗に撮れてないっていう感覚があって、それはね、編集するソフトで、ハイミドルロー、ハイミドルローってあるんだけど、ローはデータが残ってるんだけど、ハイとミドルのデータがほとんど残ってなくて、要はデータ上に暗いデータしか残ってませんよって書いてあるんだよね。だからあれ、これなんか仕様がおかしいなと思って、もともとほら写真を撮るカメラだから、これは動画の時は設定が狂うっぽいね。ちょっとで動画でメインで使う人ってあんまりいないから。キツネ14号さん、さっき宮崎駿は年収800万円とか言ってたけど、あんなあからさまな嘘をつくなよ。調べたら6000万円以上は言ってるから。いや、800万って公式に言ってるもん。公式に嘘なんかついてないよ。じゃあソース出せよ。URL 貼りなよ。キツネ15号さん、安いレンズ使うと暗いよね。あ、そうだね、 F 値っていうのがあるから、まあしょうがないね。キツネ7号さん、なるほどです、うん、動画と写真はまた違うってことですね。動画と写真が違うってことではないんだけど、写真用のカメラだから動画を撮る時の設定がちょっとやっぱデフォルトで入ってないって感じかな。常14号さん、権利収入ってのがあんだよ。宮崎駿レベルならもう黙ってるだけで年収800万円なんか超える。いやいや、そうそう出したよ、そうそう。あんたが6000万つったんだから。もともと宮崎駿が左翼運動やってたのとか調べて言ってる？あの人の思想に反するでしょ、権利収入とか。あの人もともと労働階級の運動とかやってスタジオジブリを立ち上げたんだよ。早くソース貼れよ。お前の意見なんかどうでもいいから。調べたら6000万以上あるっていうソース貼れよ。俺調べて言ってるから、お前と違くて。早く貼れよ。お前俺のこと嘘つき扱いしたんだから、なんで URL 貼らねえんだよ。調べたんだろうなあ、バカが。お前の憶測で語ってんじゃねえよ。キツネ7号さん、ソース待ってます。早くしろよ。常一号さん、早く貼りなさい。でもビビって逃げるのがオチ。まあね。だからこの前もさ、
なんだっけ、スタジオジブリが作った千と千尋の神隠しが風俗嬢の話だよっていうのも嘘つき扱いされたもん。で、ソース貼れソース貼れって言われて、ソースなんか転がってるじゃんって、いくらでも調べたら出てくるよって、ていうか映画見たらあれ風俗嬢の話ってわかるでしょって。で、ソース貼ったらだんまりだ、お前は宮崎駿のこと何にも分かってないとか。いや、あの映画を見たら風俗嬢の話だってわかるだろ、誰が見たって。教養、お前に教養、見る側の教養がない問題だろって宮崎駿は明確に言ってんだから、鈴木敏夫も言ってんだから、調べてから言えよなあ。いや、特定って何の特定、特定って何の特定。狐17号さん、映画撮影は順調ですか。順調ですね、頑張ってますね。狐1号さん、居場所。居場所、俺だって俺の住所ツイッターに書いてあるもん。応援してます、ありがとうございます。キツネ16号さん、あれは風俗嬢の話だよね。うん、狐一号さん、さっきのやつ逃げたな。いや、だから嘘つきなんだよ、調べもしないで人のこと叩くことばっかり考えてるから。だって宮崎駿ってガチガチの左翼だよ。高畑勲とさ、労働運動やってて、その給料上げろ給料上げろっつって共産主義傾倒してて、それでさスタジオジブリ作ったんだもん。有名な話だよ、アニメ業界とか。だから教養がないんだよ。狐一号さん、なんでそんなに詳しいんですか。調べようと思ったきっかけは。俺宮崎アニメ大好きだから。狐一号さん、和道さん、口喧嘩つ予想。いや、口喧嘩とかじゃなくて事実を歪めて言うなっつってんの。俺は調べて言えよって。狐18号さん、お前に映画制作できんの、うん、調べてさ、その事実は事実じゃん。狐三号さん、ギブリを読みたがえてジブリに。そう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 、もともと熱風って意味なんだよね、ギブリ。それを早尾さんが読み間違えてジブリってつけちゃったんだよ。狐十一号さん、さっきワド監督の生放送を音声ミラーしてる人見つけました。なんかトラブルありましたか。いや、別にミラーしてる人誰だかわかんないですね。誰ともトラブルになってないよ。知らない。俺他の人の放送全く見ないから分かんないな。キツネ16号さん、ハヤオはアニミズムを推奨していながら三鷹の森を壊したのは震えたけど、うん、面白い皮肉だよ。三鷹の森を壊してはいないんじゃないか
ちょっと、まあ、宮崎駿さん、矛盾の人だから面白いよね。延長します。延長します。三鷹の森を壊してるわけじゃないでしょ。ちょっと面白いね。いい逆だよね。他人にあんま興味ないですね、はい、忙しいんですよ。なんか俺生放送のなんか酒飲んで悪口言ってんのとかくだらねえと思ってるから、うん、あんまりそういうの見ても何も学ぶもんないから、あんま見ないようにしてますね、うん、あんまり見ないようにしてます僕は。放送あんま好きじゃないですね。やるのは好きなんだけど、アイワードツ面白くないかな。まあ、YouTube でね、面白い回は YouTube に上がるから、うん、狐21号さん、うん、確かに酒飲み配信つまらないかも。こんにちは。はい、こんにちは。狐1号さん、かずみたん、今日はお酒飲んでパーと行きましょ。お酒飲む？俺普段お酒飲まないかな。普段全然酒飲まない。キツネ22号さん、ワドツ、最近ふわっちオワコンに向かってるけど、うん、お金大丈夫？お金つらいね。もしよかったら花火ちょうだい、22号さん。支援して。ギリギリっすね。どうも、こんにちは。もしよかったら支援してくれると嬉しいです。売り上げ自体ふわっちは上がってるけど、こうあれではね、偏ってきてるよね、だんだんね。儲かる人と儲からない人の差がすごい。キツネ23号さん、はよしんどこう。キツネ1号さん、家賃とか払えない時とかありますか？ああ、忘れてた、家賃払わないと。ないですか？大丈夫大丈夫、家賃払えてるよ、大丈夫だよ。キツネ3号さん、池上さんをスタッフにしたら愛子さんとのコラボなくなりますね。ちょっとよくわかんないですね。なんで？キツネ24号さん、ワドツ。はい、ワドツ。24号さん、ワドツ。常に25号さん、和田さん、こんにちは。はい、こんにちは。常一号さん、もう冬ですね、寒いの嫌いです。俺暑い方が苦手だな。寒い方がまだマシって感じで、春と秋が一番好きだけど、春と秋がなくなってきてるよね、だんだんで。キツネ24号さん、ワドさん、映像制作に長けてるから、企業の PR 映像作成の営業やってみたら。俺はね、仕事でやりたくないんですよ。働かないって決めてるから、遊んで暮らすって決めてるから。キツネ9号さん、春は金儲けしたいわけじゃないですよ。遊んで暮らすのがテーマ、こう遊びながら暮らすの。キツネ27号さん、ゴミクズ野郎。遊びながら暮らす、俺は。常28号さん、初見です。こんにちは。
常一号さん、今日は外出は？今日は予定はないけど、なんかまた映像撮り行こうかなとは思ってるけどね。ノープランだね。24号さん、そうなんですね。和道さん、遊ぶが仕事。なんかね、仕事が嫌いなんですよ。働くのが嫌いなんだよね。遊んで暮らすやつが一人ぐらいいてもいいかなって。あんまりそう仕事とか金儲けがあんま好きじゃねえな、してるのかと思ったから。あ、じゃあ長さ整えてんの、いつも。眉毛全剃りしないよ。狐24号さん、ひげ剃り？ひげ剃りじゃない。あの、眉毛整えてるバリカンで。今日タイムラプス撮影しないんですか？今日はタイムラプスは撮らないかな。タイムラプスよりも必要な素材、まあタイムラプス撮ってもいいんだけど、これね、ドン・キホーテで売ってた。ヒゲも短くするよ、うん、今やる。剃るっていうより長さ整える感じかな。和田さんは、モンラブさんのこと、俺のリスナーでないと言ったの？いや、言ってないよ。狐30号さん、目が近いですね。狐29号さん、ブラウンのヒゲ取りマーいいですよ。ブラウンのヒゲ取りマーあるんだ。へそれはないから、定期的にやらないとやばくなりますもんね。俺ヒゲの量が多いから、短くしないと、汚い、不潔になっちゃうんだよね。1号さん、モンラブさんに、ワドさんが花火投げないで何しに来たんだろうと言ってた人いたからね。え？ノンラブにワドさんが花火、いや、そんなこと言ってないもん。キツネ33号さん、男は資金をまたげば7人の敵あり、そして生え際とも戦わなければならない。キツネ11号さん、モンラブさんがしつこく、ワド監督のことであちこち騒いでいるみたい。いや、ノンラブから LINE 来たよ、なんか私の悪口言ってるでしょうって。で、言ってないよっつったよ、うん、俺もよくわかんないんだよね。なんか、私の狐枠でなんか、アンチが言って、ワドさんが私のことをいらないって言ってるって。言ってないよっつって。
キツネ34号さん、リスナーの悪口はやめて。キツネ34号さん、監督はリスナーと慣れ合わない。来る者拒まず去る者は追わず。キツネ11号さん、そうそう、ボンダルは陽気じゃないの。わかんない、病気かどうか。ね、言ってないもんは言ってないとしか言えない。ね、言ってないもんは言ってないとしか言えない。俺言ったら言ったって言う方だから。キツネ35号さん、はい、バドツ。キツネ29号さん、新潟の新宿 DHR タイプラブス。 DHR ってなんだろう。ハイダイナミックレンジか。ハイダイナミックレンジのタイムラプス撮ってみたいね。どうやってやるんだろう。っていうか俺あれだな、アルファさんと写真撮りに行ってえな。アルファさんが連絡つかなくなっちゃったんだよね。アルファさんと久々写真撮りに行きたい。アルファに似てる。そう、誰だろう。アルファさんがね、なんか連絡くれなくなっちゃったんだよな。アルファさんと写真撮り行くのすげえ楽しかったから残念だな。忙しいのかな。やってますね、映画やってますよ。歩行者天国。ああ、そっか、今日土曜日か。いや、なんかね、最近そのタイムラプス撮ることにはもう一旦落ち着いて、あ、こういう感じかっていうのは分かったから、テーマ性があるものを撮りたいね。ワドちゃん最近つまらんね。つまんねえなら 見るなよ。ブロックだ。あの、なんだろう、楽しもうっていう人しか楽しめねえから、つまらないって思ったらもう見るなよ。バイバイ。キツネ29号さん HPR 動画。ねえ、楽しんでる人に失礼だよ。ハイダイナミックレンジの動画。ワドちゃん最近楽しいね。ねえ、楽しいよね。俺らは楽しんでるよね。はい、ワドツー。つまんねえとか言う人が来るとつまんなくなる。キツネ35号さん、安田さんに似てますね。キツネ29号さん、お腹の定点観測。キツネ35号さん、面白い配信ですね。キツネ24号さん、俺的にはたまに暴走枠のワドさん面白い。キツネ38号さん、古事記。キツネ39号さん、今までの動画はテーマなかったの？テーマっていうか技術向上に近いかな、今までのは。そうね、撮影用技術と作家性のその違いって感じかな。技術練習が多かったかな、今までは。テーマ持って取り込んでるけど。映画作ってるんですか？プロフィール見てください。プロフィールに書いてあります。キツネ40号さん、こんにちは。はい、こんにちは。ですか？
キツネ24号さん、あの暴走枠はたまに見れますか？毒抜きみたいな感じで。キツネ39号さん、そうか。キツネ35号さん、見てみますね。はいはい。キツネ9号さん、作り続ければアンチも黙ると思う。アンチも黙るつうか、別にアンチなんか俺の放送見なくていいと思ってる。キツネ31号さん、和戸さんが神社に参拝する動画、かっこよかったです。ありがとう。あれはね、俺が作った動画じゃない。あれはクリエイターさんが技術を教えるために作ってくれたの。教わってる先生だね、俺の。キツネ39号さん、今撮ってる動画は映画で使うの？ああ、使うかもしんない。ストックフッテージって言うんだけど、もちろん、使える部位は使うよ。キツネ41号さん、最近のんちゃんいないね。そうだね。これくらいかな、ヒゲの長さ。キツネ9号さん、参拝の動画メリハリがあってよかった。キツネ42号さん、アンチもリスナーの一部と捉えると気持ちが楽とかか。いや、俺はアンチはいらない。お帰りってください。キツネ43号さん、和骨今日はなんだか声響いてると思ったら洗面所ですか？そうそうそう、洗面所、ひげ切ってる。ヒゲ整えてる。狐39号さん、専門用語が難しい W。 専門用語？専門用語使ってるか俺。なんか使ってる？手を清めるところの作業、左手から洗って右手から洗って口を寄せるのは普通の作法じゃない？あれ正しい作法じゃないの？キツネ35号さん、今見てきました、頑張ってください。はい、ありがとう、頑張ります。あれ正しい作法じゃないの？間違ってさ、左手清めて右手清めて口をゆすぐっていうのって神道の普通の作法だと思うけど、違うの？間違ってさ、あれ違ったっけ？正しい作法教えてよ。俺そうやって覚えてたけど、多分普通の清めの概念で合ってると思うけど。何が残念だったのか言ってよ。ボーダーライン、いや普通にムカつくやつは全部ブロックしてるよ最近。全然いらないリスナーブロックしてる。キツネ44号さん、間違ってなかったよ。合ってるよね、作法全然間違ってないと思うけど、なんだろう。なんか間違ってたかな。今日の撮影コンセプトは？まだ決めてない。キツネ45号さん、キツネやっておいてブロックってダサ。
何がダサいの、意味が分かんない。つね39号さん、次はテーマを大事にして動画撮るんだね。きつね29号さん、ね、海外だとヒゲ用のオイルってありますよね。へぇー、が定着しているのか、良い匂いがするやつ。へぇ、いいね、ヒゲ用のオイル知らなかった。海外だと定着してんだ。シェービングジェルしか使ったことないな。オイルで剃るんだね。ヨーロッパとか。42号さん、シェイバーのやつは匂いが苦手や。キツネ29号さん、そうそう欧米とかのやつ。へぇ、使ったことねえな。そんなんどこで売ってんだよ。コストコ、コストコとか。どこで売ってるのかもわかんない。ヒゲが濃いからさ、何回も剃らないといけないんだよね。キツネ9号さん、動画編集は撮った素材のパズルみたいなとこあるから、考えてること取り試すれば出来上がったりもするよね。あ、まあそういう場合もあるね。ミュージックビデオとかだと、あの演奏してるシーンだけで構成したりとか全然あるから、そういうやり方もあるね。まあ表現の幅無限だよ、本当に。何でも好きなようにやればいい。俺は今回ストーリー、まあ映画作ってるわけだから、ストーリー組んで作った方が勉強になると思ってるから。まあ、映画自体もね、別にストーリーができ始めたのって近代だから。昔は映画にストーリーなかったんだよ。
こんな感じかな。39号さん、もう髪赤くしない？色抜けてきてない？うん、すっきり。色ね、いや、黒くしようと思って黒染め買ってきてる。なんか赤髪不評。黒い方がいいってみんなに言われるね。ステゴロどうしようか。まだ返事してない。多分今日あたり返事しないとね。寝るか。キツネ33号さん、2020の夏は五輪よりワド作品に注目。寝るか、寝ようか。キツネ33号さん、出るなら勝ってほしい、勝つ気ないなら出るな、ハゲ。キツネ11号さん、モンラブは、和田監督にお返し花火が来ないって騒いでる。キツネ3号さん、ヒゲすっきりですね。延長します。お返し花火？お返し花火？俺花火投げたこと誰にもないよ。お返し花火とかやんないといけないのかな？
キツネ39号さん、苦しいけど体も鍛えれるし良いと思います。 W キツネ11号さん、花火は気持ちで投げるものだから返す必要ないと思う。そんなことやったら無限ループで運営さんが儲かるだけじゃんな。返すっていうか借りてるもんじゃねえけどな。ロンラブがそう言ってんの？キツネ47号さん、初見です。初見さんいらっしゃい。あー、そう言ってんのか。キツネ11号さん、一人返した、全員に返さなくちゃね。キツネ48号さん、和田さんの顔タイプです。嘘、B 線。1号さん、情緒不安定みたいだった。キツネ49号さん、和田くんどもから、傭兵ちゃんどこに住んでるの？知らない。陽平くんともう2年ぐらい会ってないよ。放送やめちゃったんでしょ。噂聞かないもんな。中号さん、ボンパリおはよ。よし、すっきり、すっきりです。静岡以来音信不通ですか？ごめん、主語がないと何言ってるか分かんない。キツネ39号さん、木の本くんも昨日引退したよ。
つね49号さん、あ、陽平ちゃんのことです。何が音信不通。キツネ52号さん、陽平くん、陽平くん静岡って何よくわかんないんだけど、陽平くんが静岡かどうかわかんない。何、静岡が何なの。キツネ53号さん、牛丼のソビエタゾ。牛丼の元あるね、うん、牛丼の元あるよ。うん、ヒゲすっきり、長さもちょうどいいね。これくらいがいいよね。顎ひげだけちょっと濃いめ。3日も放置するともう大変なことになるからね。ボーボーになるからね。キツネ54号さん、もんちゃんと別れたの。キツネ9号さん、作った作品みたいな。 YouTube にあるし、ツイッターにも載っけてるよ。最新作は両方とも載っけてないけど、 YouTube 見てみて。キツネ51号さん、もんちゃんと仲良くしてるの。キツネ39号さん、ドレさんが今日も朝はドさんの話題出してたよ。あー、やめてほしいな、関わりたくないな、やめてほしいね。常9号さん、宣伝してくれるならいいじゃん。やだ、話題に出してもらいたくない。なんか質の悪いリスナー流れ込んだら嫌だから。やだな、ちょっと客層が合わない、勘弁してほしいわ。俺困ってないもん、閲覧とか。キツネ39号さん、荒らしてたコメントの人、お前和道だろと叫んでた。へえー、見てない、滑稽だな。見てない、病気でしょ、もう中の病気なんだと思うよ。へえー、被害妄想が半端ない。俺見たら普通に書くもん。キツネ55号さん、わらわらわら。いや病気でしょ完全に。
ネ56号さん、初見です。映画監督ですか、アブ監督もできますか。AV 監督やったことないですね。39号さん、突してこい、和道だってさ W。 病気だな。完全な病気じゃん。話題に出さないでほしいな。キツネ56号さん、阿部監督も出来そうですね。お、グラコロの季節が来たか、ついに。グラコロか。グラコロ来たか。常7号さん、そんな美味しいの？グラコロうまいでしょ。食べたことないの？あ、マックで一番好きなのはグラコロだよ。感動するよ。めちゃくちゃうまいよ。キツネ7号さん、だからい。キツネ57号さん、ワドツ。はい、ワドツ。いや、うまいよ、グラコロ。絶対食った方がいいよ。キツネ58号さん、ワドチャー、たまちゃんかな、たまちゃん、ワドツ。キツネ59号さん、捨て頃決めた？出ようか、出ようか、捨て頃、うん、出ようか。便所さんに後で LINE しておく。キツネ58号さん、たまちゃんじゃないよ、同じ。たまちゃんじゃないの、誰だろう。キツネ57号さん、いや、首が荒れてるんだよね、なんかここはかぶれるんだよね、シルバーつけると。最近首が荒れるんだよ。キツネ60号さん、みやびと。わかんない、マッチメイクは。マッチメイクはわかんないけど、出ますか。キツネ58号さん、ロムってる人だよ、自分は。でもよく見てるよ。あ、そうなんだ。キツネ62号さん、キツネでアカを特定しようとすんなよ。いや、俺のアカウントじゃないね。キツネ61号さん、和道の左目ってあんたのアカウント。キツネ39号さん、で、要対戦相手誰になんだろう。誰なんだろうね。クソ強い人だったら芋引いて逃げようよ。バックレようぜ。クソ強い人だったらバックレよ。無理無理っつって。弱そうな人だといいな。キツネ9号さん、池上がいいよ。そうだね、トムソーヤ池上とやりたいね。トム池とやりたい俺。キツネ9号さん、池上とダブルノックアウト。ねえ、トム池とやりたいよね。いや、トム池は強いぞ。マッハ道場所属だったからね。マッハ道場の資格。キツネ46号さん、意外と強かったりして。いや、マッハ道場だよ、トム池は。強いでしょ。キツ
ネ57号さん、捨て頃って出演者側は楽しい。ほんまに2回負けてんだよ。1723個目、はい、放送お疲れ様です。キツネ55号さん、2回負けてんだもん、つまんねえよ。つまんねえよ、負けた俺に聞くなよ。クソ苦い思い出だよ、正直。トラウマだよ、トラウマ。ただ単にトラウマなだけ。聞かなくても分かるでしょ。キツネ9号さん、池上に勝つとマハ道場から敵討ちに次の資格が来るからやむよいた。資格が送られてくるんだ。まあ最後の捨て頃だからね。キツネ14号さん、お前に回負けてうのに偉そうにすんなや、3回目勝つために出ろや。キツネ60号さん、池上結構パワー系だよなわら。キツネ58号さん、今度必殺技作ってさ、和道スペシャルってつけて期待させよう。必殺技ないよ、必殺技ない。あのボクシングに必殺技はない。キツネ39号さん、でも戦いたくなってきただろ。いや、戦いたいとかはないよ、一回もないよ。バトルジャンキーみたいな感覚はないよ。文鳥ちゃん、オスメスの判断はどこでしてもらったん？いや、文鳥はね、ヒナから買うときはオスメスの判断はできないです。あの勝ったや大人になって初めて分かるんですよ。いや、オスメスの判断できないですよ。大人になってる個体を買うんだったら分かるけど。一生捨て頃で2回負けた男として歴史に刻まれて悔しくねえのかよ。何笑ってんだよ。キツネ61号さん、2回も負けるなんてド M。キツネ46号さん、で、今は分かっとん？ブロックするから。今分かってるよ。だってオスとメスじゃあれだもん、全然違うもん。オスとメスじゃ鳴き方が全然違う。キツネ65号さん、セキセイインコだと大人になっても見分けつかないココいるよね。あ、そうなんだ。へえ。オスかメスか分かんないんだ、卵を産むまで。キツネ66号さん、ポコチンで判断できんの？ポコチンは分かんない。くちばしの色が赤くて大きいのがオスとか、体が一回りでかいのがオスとか、あとオスはダンスしたりさえずりしたりするから、オスは一発で分かる。でそれがなかったらメス、大体飼って半年ぐらいで分かるね。キツネ66号さん、方法。キツネ46号さん、それにしてもなかなか卵産まないね。無理かな、ちょっと年かもしんないね。あ、そうだね、アイリングって言ってここの周りでも分かるね。生殖器で判断できないんですか？生殖器は判断っていうか見えない。チンコを見たことないね。この生殖器あんのかな、鳥ってどうなんだろう。分かるのかな、ないんじゃないかな。キツネ11号さん、ゆっくり眠りたいと思う時ある？もんちゃんみたいに。あるよ、毎日だよ。キツネ67号さん、髪は染めないの？髪黒く染める？うん、黒くする？まだらになっちゃってるからな。ねえ、染めないとね、そろそろね。キ
狐39号さん、練習の様に戦えたらいいのに、本番となると動きとか難しくなんだね。 やっぱプロってすごいんだ。プロはすごいよ。プロはすごい。68号さん、練習の半分も出ないよ。人間界は練習の半分も出ない。本当に出ない。動物界はオスの方が、もうね、体力の減り方とかびっくりするよ。こんなに体力減るの早いの。1分動けないもん。動物界はオスの方が着飾るというか、人間のメスがなんで着飾るのかっていうと、オスの方が綺麗だからだよ。オスの方が肌が劣化しないから。だから人間のメスだけは、あの衰えが分かるからファンデーション塗ったりとか目元を綺麗にするんだよ。トレードマークだし、一部違う色にしてみたら、赤と白いいかもね。狐67号さん、トレードマークなんだけどね。捨て頃出るの？捨て頃出ようかな。毎日から疲れた時、一日中寝ていたいと思う。ねえ、ゆっくり休みたいね。休息が欲しいかな、最近は。休息が欲しいね。狐67号さん、忙しいのかな。結構忙しいですね、最近。結構忙しいっす。狐69号さん、立て込んでますね。チュンチュン、うん、チュンチュンっていうかピッピッって感じだね、文章は。シャカ、こんな感じ。狐58号さん、バカありがとう。ワドちゃんが出ないなら捨て頃興味ない。あ、俺出るよ。狐11号さん、うん、バーガーを2個プレゼントしました。バカありがとう。狐70号さん、食えてる。うん、バカありがとう。キツネ67号さん、手乗り手乗り手乗り、うん、食えてる。わ、まあギリギリっすね。ギリギリ食えてます。食わしてもらってるよね、リスナーさんに。食わしてもらってる。キツネ58号さん、出るのか。出ようかな、最後だし。キツネ69号さん、かわゆいピピ。もう今日返事しないといけないから、今日返事するよ。キツネ46号さん、ブチインコの種類飼ってるんだけど、オスと思ってたけど、突然8年、9年経って、いきなり卵がカゴにあってびっくりした。びっくりするね、それはね。びっくりするよね。お前メスだったんか、みたいな。まあ、鳥類はね、哺乳類から結構遠いからね。キツネ71号さん、うん、こんなに笑顔が消えむい人なかなかいない。はい、ブロックです。キツネ39号さん、捨て頃最後はドレさんとトレーニングはもうないか。もうないね。キツネ70号さん、捨て頃はコージング誰に頼むの。今回は練習なしで行こうと思ってますね。キツネ72号さん、のりこ妊娠したって。今回は練習はなし、一切なしで行こうと思ってます。ぶっつけ本番で行きます。狐73号さん、ここから見ても寄り目のワドモートリを離して、ワンとツー見れなかったんだ。生で絶対見た方がいいよ。狐13号さん、全然違う。みんな良かったっていう。負けたけど良かったって。もう感動とか声援が半端じゃないって。会場すごいよ。ドーンって湧いて、うわバリ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 って窓ガラスとか言うよ。ドーンっていくよ、本当に。もうドーンだから、本当に。300人の歓声、300人の怒号、わーとかじゃないの。ドーンってくるの。すっげー楽しいよ。ヒゲ剃った、今ヒゲ剃った。短くしたもん。狐74号さん、ただ確実に悪役の顔だよね。風船ありがとうね。狐63号さん、風船を3個プレゼントしました。狐76号さん、ワドタン。狐75号さん、千葉スタイルから。狐46号さん、せっかくオスをまた買ったとこでオスオスで意味なくなった。狐74号さん、イケメンだけど悪役の顔。キツネ77号さん、君何歳。キツネ73号さん、頑張らないでね、応援に行きません。キ
つね11号さん、今ふわっち見てると、ワド監督以外も今後のこと悩んでる人多いよね。俺は半年ぐらい前から悩んでるな。きつね58号さん、練習なし危ないよ、柔軟くらい流行らんと。柔軟とかやるよ。70号さん、キツネの回数増やしてね。先生、練習枠をやらないってことよ。キツネ78号さん、最近メガネかけないね。携帯電話だと文字が読めるんだよね、この距離だと。ギリギリ読めるんだよね。本当はメガネかけたくないんだよ。昔から目良かったから。2.0、2.0 あったからね。すげえ目良かったのにな。悲しいよな。キツネ79号さん、今は？今はね、0.6、0.3 とか、多分でも 0.1 まで落ちてると思う。見えない、最近看板とかはぼやけてるから、もう怖くて歩けないもん、メガネかけないと。街歩けない、ぼやぼや。キツネ39号さん、木の本くんも配信悩んで最近引退したね。木の本さんっていう人が辞めちゃったんだ。完全非公開で練習するんだね。そうだね。キツネ11号さん、キャスでは生活難しいらしいですね。キャスで生活どうなんだろうね、わかんねえな。どうなんだろうね。キツネ29号さん、卵子ですかね。卵子、卵子。キツネ80号さん、ぶっちやけ月いくらくらい稼げる？キツネ77号さん、赤ん坊主の人気の元。わかんないですね。キツネ78号さん、金梅はなんでキャスに行ったんだ。もともとキャスの人だからね、金梅さんね。ニコ生キャスふわっちってで、キャスに戻った感じでしょ。なんでなんだろうね。おー、それはわかんねえな。キツネ81号さん、こんにちは、うん、明かりがついてて安心したわ。ショー、キツネ11号さん、今日予定ないね。明日は予定あるから。明日の夕方はあのカメラマンの撮影、カメラマンとしてちょっと仕事してくる。だから明日はね、放送夕方からはできないね。キャメラマンですよ、キャメラマン。ギャラいただけるんで。キツネ80号さん、そういえば電気止まって、そうそう、月末になると電気止まっちゃうんだよね。キツネ78号さん、最近キャスに主が移動してないか。ね、キャスに戻ってってるね。キツネ81号さん、カメラマンの仕事、うん、マジテンション上がっちゃうね。ねえ、頑張るわ。キツネ77号さん、うん、なぜ止まるの。支払いしてないから。キツネ79号さん、うん、仕事かい。仕事だね、明日は。キツネ11号さん、金梅さん、キャスのおすすめ制限が解除されたから。はいはい、なるほどね。キツネ29号さん、金梅は配信会ではレジェンドだけど乗車室水滴な時の流れを感じませんか。まあまあ、キツネ80号さん、ね、映画早くみたいな。キツネ9号さん、うん、いいね、仕事の撮影は何撮るの。あの北郷さん、あの北郷さんのライブのカメラマン。声がいいよ。うん、あ、ありがとうございます、歌枠。はい、結構なんか DM とかも来て、歌枠良かったよって言われた。貯金ないの。貯金あるよ、ほら、貯金あるよ、うん、北郷さんのライブのスチール撮影だね。キツネ81号さん、カメラマンの仕事どんなだったか、うん、報告よろしくね。楽しみにしてるわ、うん、キツネ82号さん、うん、イケメンですね。キツネ78号さん、もんちゃん最近いないな。キツネ77号さん、小銭かい、うん、
キツネ79号さん、いくらくらいもらえるのかな。いやいや、ギャラとか言えないよ。キツネ11号さん、でも、ヒカルくん、リスナーは多くても食ってけないから、ふわ地平稼ぎに来ていた3倍目ヒカル。キツネ58号さん、貯金ボトルやないか。キツネ83号さん、和道元気そうでよかった。元気だよ。キツネ81号さん、小銭も貴重だから。元気元気。キツネ84号さん、どれはなんであんな自慢話多いんだ、ただの乱一世だろ。キツネ77号さん、他人の自慢話ほど普通はないよな。キツネ60号さん、もんちゃん元気かい。他人の自慢話ほど退屈なもんねえよな。ふやってた兄ちゃん。やだな。キツネ85号さん、横顔がイケメンだな。ありがとうございます。キツネ87号さん、監督はコツ。監督若津、はい、どうも。そうだよ、あやめやってたアンチなんだよ。髪伸びてかっこよくなった、うん、ありがとう。キツネ81号さん、食えない仕事してる頃が一番楽しかったりするんだよな。あ、まあそうだよね。夢追いかけてる時が一番楽しいんだよね。叶う時よりもこう追いかけてる時が一番楽しいよね。わかる、すごいわかる。夢がなくなったら終わりだよね。キツネ88号さん、キャラってなんで言わない風潮はなんでだろう。キツネ78号さん、どれが。いやだってさ、ギャラ言わないのなんでかって当たり前じゃん。ギャラ払ってる人の、要はスポンサーさんとか、なんつうんだろう、ギャラの元の信用をなくすんだよ。その人がなんで僕のギャラ言ったのって、僕が払ってる方だから信用問題になるから、それは言わないでしょ、うん、13日の忘年会誘われてますよ、はい、13日は行けますよ。キツネ39号さん、そういえばよっさんの忘年会でドレさんと顔合わせるね。あ、そうだね。キツネ81号さん、そうなんだよ、かなっちゃうと冷めちゃう感じもある、うん、しょう、贅沢だけどね。贅沢だよね。だから配信で飯食って生活するの夢だったけど、もう次の夢がないとダメだなって思ってるもん。次次次っていかないと。3年間夢だったね。変わった人間発見。キツネ87号さん、奴隷とジャックナイフ言うとは見えないリスナーと喋れる特殊能力の持ち主わら。すごいよな。キツネ92号さん、ワドちゃん髪型いいね。キツネ81号さん、わかる、私も目標がないとダメな人、しょう。キツネ60号さん、13日奴隷と若いか。キツネ93号さん、若いも何も一方的になんかディスられてるだけだからね。いや別になんもないけど、キツネ78号さん、忘年会リスナーがよっさんに花火上げてはどうを出すようお願いしたんだよ。へえ、そうなんだ。へえ、マジで。キツネ94号さん、ふわっちやめたんじゃないの。知らなかったな。へえ、そうだったんだ。キツネ90号さん、今朝の奴隷枠に義和道が現れた。何それ。キツネ29号さん、筋肉おじさんっていろいろやばそうだけど、あれで善かないのは奇跡な感じしませんか。あ、いや、あの人ね、人に危害は一切加えないよ。すごいそういうところは紳士だよ、うん、キツネ31号さん、ただ頭がおかしいだけだよ。フナちゃんマントに音声がただ頭がおかしいだけで、教養もあるし、あの頭もいい人だよ。95号さん、ただ頭がおかしい。だから一番立ち悪いんだって。あの頭がいいでしょ、礼節分かってるでしょ、で暴力振るわないでしょ、ここまで人として完璧なんだよ。ただ性格がねじくれてて頭がおかしいから、だからあの人普通に頭さえおかしくなければさ、学歴もいいし、見た目背も高い、見た目もいい、筋肉隆々、格闘技できるってめちゃめちゃモテる条件揃ってるのに、そうそう、プラスポイントがめちゃめちゃあるんだよ。だけど性格が歪みすぎてて嫌われてるっていう不思議なタイプなんだよね。不思議なタイプ。笑うよな。なかなかいないタイプだよね。キ
狐29号さん、一見普通なのにクズなひねくれた吉がそう一番立ち悪いよね。あの人は青山学院大学でしょ。学歴何？狐96号さん、青山学院大学でしょ。って意味がわからない。青学。青学で海外留学もしてるからね。あ、お坊ちゃんでしょ。ボンボンだよ、ボンボン。キツネ94号さん、アイテム飛ばなくなったな、ボンボンだね、わらわら。ボンボン。キツネ92号さん、リスペクトすると壊して、うん、しっかりディスると壊ディスる。キツネ97号さん、人間なんだからいいところと悪いところあるからね。はい、こんにちは。両方見れないと盲目になると思ってるの。完璧な人間なんていないよ。狐68号さん、英語しゃべれるのが強いな。狐29号さん、ベラベラ。こんにちは。大学は行けなかったみたいで、うん、青山学院の高校までみたいな話らしいですが、あ、そうなんだ。行っても渋滞かと。あ、そうなんだ。知らなかった。まあでも青学高等学部出れるってことは頭いいんでしょ。窓さんアイテムなんか気にしてないよ。ねえ、黙ってりゃナイスミドルでしょ。レオン出ててもモデル、レオンのモデルとかにいてもね、全然不思議じゃないよね。ただ全裸で六本木を徘徊しちゃうおじさんなんだよ。全裸で六本木を徘徊して入院しちゃうおじさんなんだ。まあ配信らしくて面白いじゃん。これぞ配信って感じだよ。見た目もね、経歴も全然いいんだけどね、違いっていう。面白いよな。キツネ84号さん、気持ちだけですが花火です、どうぞ。キツネ99号さん、横顔はかっこいい。ありがとう。キツネ92号さん、どれはショーン K の立ち位置狙ってるらしいね。キツネ24号さん、ワドさんいつからアイテム気にしなくなった？いや、アイテム気にしなくなってないよ。アイテム欲しいよ。だから言わないようにしてる。貧乏な人もいるから言わないようにしてるだけでアイテムは常に欲しいよ。そりゃそうでしょ、生活かかってんだから。経歴ってまともに働いたことないでしょ、ドレさん。キツネ83号さん、いや、ドレさん働いたことあるよ。なんだっけ、格闘技の立ち上げでコンサルとかやって、ヒクソングレイシーと船木さんのヒクソングレイシー口説いたのドレさんだよ、通訳やって。キツネ105号さん、パワー系わらわら。キツネ104号さん、メガネからコンタクトに変えたんですね。いやいや、裸眼です。見えてない、ぼやぼやです今。ありがとう、アイテムありがとう。いいっす。キツネ106号さん、貧乏な人とか W アイテム投げたくない人もいるとか言えないわら。キツネ95号さん、俺。ありがとう、95号さん。おう、サンキュー。うわー、ありがとう、花火ありがとう。ペニーさんの配信環境設定ありがとう。とんでもないです、ありがとうございます。ペニーさんのリスナーさんかな、ありがとう、招待します。これ何ポイントなんだろうね、わかんない。無料アイテムは何なんだろうね、これね、新しいのクリスマスのやつね。ありがとうね、ありがとうございます、花火投げてくれた人。黒目でかいか、そう、黒目でかいね、そう。俺色素薄いから目茶色いんだよね、多分ね。近づかないと分かんないと思うけど、めちゃくちゃ色素薄いんで、ほら、わかる、めちゃくちゃ茶色いでしょ。これ母親がもっと薄いんだけど、キツネ65雷神みたいなんだよ。クリスマスの予定は、茶色いのわかるかな。キツネ102号さん、ポリシーなのは知ってるけど、メガネとヒゲない方がいいんだけどな。いや、俺メガネポリシーじゃないよ。
黒目、酔ってる。酔ってるのはデフォ。そう、生で見ると外人みたいな。キツネ110号さん、ナルシスト、うん、キツネ111号さん、無言ブロックすんなよ。キツネ58号さん、ほんとだ、いい色だね。そう、茶色、抹茶色、色素薄いんだ。でも目悪くする、紫外線に弱いからあんまり良くないんだよね、色素薄いの。キツネ113号さん、今月も配信休止詐欺するのか。キツネ112号さん、1783個目、こんにちは。はい、こんにちは。キツネ95号さん、ナルシストはいいやんぬあ。ナルシストなんだよね。あのね、そこ否定しがたいんだよね。ナルシストなんだよな。そうなんだよ。そこは否定できないからね。キツネ114号さん、パーツ一つずつは悪くないだけど、なんかバランス悪い顔だよね。キツネ83号さん、のりこは今日いるの。キツネ115号さん、おじさんハゲてきてない。キツネ105号さん、でもそこ羨ましいよ。キツネ95号さん、私も自分好きやもん、わらわらわら。あ、そうなんだ、自分好きなんだ。いいじゃん、自分嫌いより自分好きな方がいいよ、ね。キツネ116号さん、コメント少ないからキツネにしたの。キツネ104号さん、歯磨きしてると子好きです。ありがとう、ありがとう、うん。キツネ117号さん、ドレさん六本木を裸でって本当、本当わらわら。キツネ119号さん、あんなじとり写真をなるじゃないとできないね。まあまあまあ、キツネ105号さん、ね、自分好きになりたい。キツネ118号さん、ババはいないの。キツネ24号さん、ワドさんの暴走枠面白かった。キツネ120号さん、囲い枠ですか。キツネ118号さん、ののちゃんって弟さん。なんか俺の弟配信やってるらしいよね、うん。キツネ109号さん、バレスタジオの家賃が港区の生活保護上限家賃と同じなのは偶然でしょうか。バレスタジオもっと高いって聞いたけどな。いや、六本木で上限家賃一緒なわけないでしょ。あそこは高いでしょ、多分高いと思うよ。キツネ121号さん、ワドマルンコ、なんか配信やってるみたいだよ、俺の弟。どこのサイトや。いや、どこのサイトか知んないんだけど、結構なんか有名らしいよ。なんかリスナーが、ワドの弟最近頑張ってるとか、お前弟配信者で、お前弟なんか喋れんじゃねえかとか。ののは弟。よく聞くよ最近。キツネ122号さん、センチメートルミリメートル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 
センチメートルミリメートル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 。キツネ124号さん、弟さんの嫁さん美人でよかったね。あ、そうなんだ。キツネ125号さん、弟と捨て頃やれよ。パソコンはね、どこだっけな。ドスパラじゃん、つくも電気だね。近々お会いする予定ありますか。キツネ117号さん、いや俺の性格が悪いからだ。キツネ120号さん、うぜえ。キツネ24号さん、所詮兄弟は他人の始まりか。キツネ95号さん、長いなわらわらわら。キツネ60号さん、読み上げ苦しそうわら。キツネ42号さん、男兄弟はそんなに連絡取り合ったりしない。キツネ119号さん、家族と仲違いしちゃうのはアスペが原因ですか。キツネ109号さん、パソコンはどこで買うの。キツネ124号さん、弟よりは和道の方がイケメンだね。やつは逆切れひどいから。弟逆切れとかするんだ。全くしないと思ってたけど、すっげえめちゃくちゃおとなしい性格だけどね。へえ、配信では逆切れとかするんだ。知らなかった。へえ。キツネ109号さん、打ちつくもの使ってる。買った後の対応がいろいろと最悪で後悔してる。キツネ124号さん、ギター弾き始めるし。キツネ104号さん、おとなしい人ほど切れたら激しいの。あ、ギターはやってたっけな、覚えてねえな。あんまり遊んだ記憶がないかんな。キツネ102号さん、しばらく会ってないし変わってるだろ。キツネ42号さん、兄弟で配信やってるって永井先生以外いたかな。どうだろうね、あんまり聞かないね。キツネ99号さん、何個離れてるの。何個、5個28か、あいつも。キツネ126号さん、子供産む気はない。キツネ120号さん、話し方そっくりだよね。キツネ109号さん、弟なんて人。知らん。キツネ60号さん、弟とコラボ面白そう。キツネ58号さん、弟いるんだ、ね、知らんかった。キツネ88号さん、親の面倒はお兄さんが見るの。知らない。キツネ124号さん、よしさんの忘年会の会費高いの。5000円。キツネ126号さん、のんちゃんと和道の子供が見てみたい。のんちゃんと俺には子供生まれないよ。キツネ127号さん、顔が中心に寄りすぎ。キツネ24号さん、弟困ったら助ける。キツネ117号さん、のんちゃん閉経してるから無理でない。のんちゃん閉経じゃなくて若い頃子宮が病気で摘出してる。
あんまりそういうこと言わない方がいいよ、本当に。みんながね、考えないで打ってるコメントで誰かが傷ついてるんだよ。人に質発問言をするときは95気を号使ったさん、方がないいんよ。で子供生まれないの？のんちゃんは若い頃、子宮を摘出してる病気で。狐128号さん、こんにちおお、は、谷さん、谷お疲です。れ。狐124号さん、弟よりは、和道さんの方が配信力はあるね。狐109号さん、和道弟で検索しても何も出てこなかった。弟いないんじゃね？狐126号さん、それは知らなかった。ごめん。狐123号さん、花火上がらなくなったね。狐129号さん、でも、のんちゃんは妖怪みたいなのもんだし、OK でしょ。狐68号さん、子供の話題はデリカシーなさすぎ。いや、デリ狐カシーないよ117ね。号さん、そっちか、前に生理ないって聞いてたから。狐24号さん、兄より優れた弟はいない。狐95号さん、そうなんや、かわいそうやな。狐128号さん、仕事半日だったから、石野と公園で待ち合わせ。デート。狐124号さん、和道さんの話するとクソみそ切れる弟。狐24号さん、石ちゃん会ったことある？狐130号さん、失礼な人たすぎ。狐128号さん、公園のお弁当を食べる。狐24号さん、ほんと失礼な人多いね。多いね。狐128号さん、1808個目、オーナメント、キャンディーをプレゼントしました。狐109号さん、弟なんていないよ。狐131号さん、お疲れ様です。お疲熊れ。で来てるけど寝てないの？最近疲れが取れないんだよね、おっさんだよ。狐117号さん、海老蔵キャスでキャラ返して大成功したと思わない？ああ、思う思う。すごいよね。海老蔵さんすごいよね。狐9号さん、他の配信者見てるやん。狐120号さん、涙袋すごいね。涙袋なかったんだけど、母親がすごいの。熊が狐できて124号からさん、涙けど袋出てき命たのの。母は副作用で私余計涙具袋合な悪かっくたなっのにたできたかよらね。気をつけて飲ませもてともとね。俺なかったよね、狐涙袋ね。117号さん、エビゾーイおじさんキャラ W なんマかジウケ腫れるる。ようになってきたんだよね。目変わってきたんだよね、最近。俺が飲ませてるわけじゃないよ。勝手に飲んでんだよ。狐102号さん、エビゾ打ってに、こなま初期時代のスカイプ版突の悪いイメージしかない。狐117号さん、涙袋でなくそれは熊だよ。熊だよね、狐これね。109号さん、目に切れ味やばい。熊だよね。これは俺も熊だと思う。なんか病気なのかな。死んだら頼狐んだぞ。120号さん、熊も涙袋だよ。クマ が抜けないんだよね。疲れが溜まってる。狐60号さん、ワドちゃんの瞑想講座してほしい。瞑想？狐124号さん、命の母は めまい座禅でを動けやるなくならなね、くて髄運ば側れ管でて医検者に測した方らがれいいかた。な。狐117全号さん、くやったことない海老蔵人だっってやすたら。さんと別れた後の髄低側燃費かかってたよね。狐99号さん、ずっと横向かいといてわら。低燃費済んでたよね、多分ね。狐109号さん、瞑想講座したら発狂者増えるからやめようね。いやいや、入門しか教えないよ。
クンダリーニとか教えたらヤバくなるから、ね、それこそオウム真理教みたいになっちゃう。つね60号さん、随即感、最近瞑想数分してて気持ちいいから。随即感、そう、随即感。キツネ124号さん、卵味噌状況してますよ。キツネ104号さん、和道さんはおせんべい好きそう。おせんべい好き。最近食べてないけど。キツネ133号さん、お前最低なやつだな、ヒゲ野郎。キツネ132号さん、よく笑う人は涙袋ができますね。無表情の人はできにくい。表情筋かな。目元にシワがあるおじさんとか好き。よく笑ってる人、こうやってここにシワができる人好き。キツネ131号さん、寝てるの？寝てるよ。寝てるけどね、最近疲れが取れないっすね。最近疲れが全然取れない。キツネ124号さん、歌声は藤井フミヤ系だよね、声も。そうかな、藤井フミヤとか歌ったことないな。あれしかわかんないね。君だけを見つめてだっけ。キツネ120号さん、無理して笑ってる。キツネ134号さん、君の笑い顔、立候補者のポスターみたいだ。キツネ104号さん、和道さんが合格を上げてるとき、おいでやすって言ってそうです。何おいでやすって。キツネ109号さん、地声音域異常に高い。キツネ132号さん、無理して笑ってもわらわらわら。キツネ9号さん、キーが合ってる。キー合ってる。キツネ124号さん、政治家になろうよ。ならないよ。キツネ135号さん、ワドツです。政治家になんかならないよ。恥ずかしい。キツネ117号さん、男のシワも白髪も深みが出て素敵なのに、女性は老けら要素になるたわけでずるい。あ、男は有利だよね、年取ってもね。キツネ134号さん、嘘がうまいから政治家に向いてるわ。キツネ105号さん、政治家やってほしいな。キツネ41号さん、なんか最近イケメソ。キツネ41号さん、切れ長の目が好き。キツネ135号さん、笑ってる方が断然イケメンよ。キツネ124号さん、便は達者だし。キツネ109号さん、この1年で老けたよね。1年前の映像すごく若い。すげえ老けた。キツネ120号さん、投げキスお願いします。キツネ9号さん、カメラ目線の笑顔素敵。キツネ117号さん、ヒルトン前のイルミ綺麗だよね。あ、そう。キツネ99号さん、メガネ男子好きだけど、ワドはメガネかけてない方がイケメンかも。キツネ135号さん、老けてないよ。キツネ136号さん、今のふわっちやバイナー閲覧トップでにゆいちゃんの180人わら。キツネ105号さん、ゆゆ。キツネ137号さん、精悍な顔になったね。そう。キツネ138号さん、鼻高くていいのは。いや、
キツネ124号さん、今の方が好きだなアマドさん。キツネ135号さん、確かにメガネかけない方がいいかも。キツネ41号さん、なんで最近かっこよくなったの。演奏します。キツネ105号さん、いいなイケメソは。演奏します。キツネ99号さん、ワドモテモテヤン。キツネ109号さん、急激に顔変わったのはなぜ。老化老化老化、ただの老化。キツネ136号さん、身長170だから低いよ。どうしたの今日モテモテじゃん。キツネ117号さん、エセアカはもう浮上できないと思う。いや俺は浮上信じてるから。エセアカの浮上メガネないからか。キツネ138号さん、背高い。キツネ9号さん、意外と彫りが深いお顔。キツネ124号さん、ソフトバンクの孫さんに似てるんだわ。キツネ137号さん、いい恋してるんだねきっと。キツネ82号さん、ふわっちの和道さん。あ、親父がそうだね。若い頃童顔で。あの親父年取れば取るほどかっこいい。キツネ41号さん、めちゃくちゃかっこいい親父。ハゲてるけどかっこよくなるタイプなのかもね。キツネ9号さん、彫刻の森美術館に出れそう。親父ゲーハーだけどかっこいいよ。体も締まってるし、腕もこんな太いし、胸板も厚いし、同じ DNA と思えないよね。やっぱ体鍛えてる人はかっこいいよね。キツネ109号さん、パパと仲いいんだって。仲いいつがリスペクトしてるから。普通も親じゃないよ。鼻が高いので年を重ねるほどに渋くなるんでしょうね。素敵。俺の親父はめちゃめちゃかっこいいよ。惚れるよ。すっごい紳士で侍みたいな人だよ。キツネ9号さん、どれさんも身体鍛えてかっこいい。サラリーマンだね。キツネ137号さん、パパはサラリーマンなの。サラリーマン。キツネ138号さん、今日モテモテやん。ねえ、モテモテだね。キツネ82号さん、ジャニーズジュニアですか。キツネ139号さん、ジュノンボーイです。匿名だとみんな本音が言えるんですね。キツネ124号さん、童顔は年取るとかっこよくなるんだよね。キツネ109号さん、どれさんも顔曲がってるけどかっこいい。ジャニーズシニア。キツネ120号さん、どれブサイクだろ。キツネ9号さん、どれさんは顔整ってるでしょ。れるよ。キツネ41号さん、どれブサイクはさすがにひがみだろ。身体を保ってる男性はいくつになってもかっこいいよね。キツネ137号さん、どれさんは普通に顔整ってると思う。呪文ボーイ。キツネ3号さん、キツネ枠の方が楽しい。キツネ138号さん、ガチレスするとアンチが怖くてキツネじゃないとコメントできない。キツネ124号さん、肌きれい。キツネ59号さん、昔薬の副作用で下膨れ。キツネ117号さん、どれさんの雑談はすごいと思う。ほんと博識。キツネ139号さん、和戸さんとどれさんの BL 本どこに売ってますか。キツネ109号さん、顔曲がってるけどイケメン。キツネ140号さん、キツネ120号さん、目がデメキン。キツネ124号さん、どれが熊のぬいぐるみ抱いてるけど不気味。病気だからね。キツネ137号さん、どれの話題はひここもりだからビデオの話ばっかり。なんか典型的な2チャンネラーって感じ。典型的なネット民って感じ、うん、なんかもうネット付けだった人の話し方特有の喋り方っていうか典型的な2チャンネラーの喋り方だよね。どれさん寝同様だよね。キツネ41号さん、あら、こんなに ネット民って感じの人いない、知り合い。キツネ3号さん、虎の穴にありますよ。キツネ109号さん、どれさん寝とうよ。キツネ124号さん、マジはどうさん顔変わったね。変わった？そう。
あんま横顔映さないからじゃないの。そんなに変わんないでしょ、簡単に。キツネ139号さん、電車男やってたらどれさんも、にちゃん板の住民として出てきそうです。キツネ120号さん、整形とかしたことない。キツネ141号さん、痩せましたよね。キツネ117号さん、でも、ご有名しすぐ手で来るアンキチからすごくね。まあ、味頭いいんだろうね、多分ね。すごい頭いい人だなと思うよ、しゃべって。キツネ41号さん、いや、絶対かっこよくなった。キツネ138号さん、こんにちは、のんちゃんいないの？キツネ142号さん、ふわっち全体的にかそってきてますね。キツネ9号さん、ね、昔配信者を題材にした映画あったよね、見てないけど。いや、知らない。キツネ139号さん、やっぱりいい女抱いてると顔に出ちゃうんですね。キツネ137号さん、頭いいけど性格が悪い。キツネ138号さん、のんちゃんふわふわしてて好き。キツネ117号さん、ツバニヤの整形についてコメントお願いします。女の子の整形についてコメントする男はゲスだよ。キツネ139号さん、今の言い方どれさんに似てた。ゼロ。LP の家にいるんだ。キツネ143号さん、ワド監督の弟子の解放が LP の家によるよ。あ、そうなんだ。つながりあるんだね。キツネ83号さん、今日のワドになら抱かれてもいいわ俺。優しくしてやるから来いよ。キツネ139号さん、吉丸井弟子の話はやめて。キツネ109号さん、解放苦手。キツネ117号さん、確かに整形後にコメントしてももうどうしようもないもんね。そうそう、綺麗になったねって言ってあげるのが正解なんだ。それ以外ない。綺麗になったね。キツネ138号さん、抱いてほしい。わら。キツネ9号さん、俺は明日のワドに抱かれる。キツネ141号さん、彼女が整形したいと言ったら止める。キツネ105号さん、俺のワドさん取らないで。キツネ144号さん、よ、監督かぶれ。キツネ145号さん、いつから監督になったの？作品教えてください。キツネ139号さん、会えないから FC2 のワドさんを見て心を鎮めます。キツネ109号さん、整形しないのが正解。視力、キツネ53号さん、視力 0.3 と 0.6 が最後だったけど、もっと下がってるね。 0.1 ぐらいになってると思う、片方。 0.3、0.1 ぐらいだと思うな。メガネどう入ってるよ。当たり前じゃん。入ってるよ。キツネ53号さん、サングラスは？入ってる、入ってる。キツネ53号さん、メガネはど入り？ど入り。キツネ146号さん、なんでしゃぶしゃぶ屋で声かけてくれなかったの？キツネ53号さん、今メガネめちゃ安く買えるよ、2800円。キツネ9号さん、この伊達男。
中谷美紀。狐147号さん、笑い男は美課金税。狐139号さん、国宝流出、中谷美紀結婚について一言お願いします。おめでとうございます。光当てなくてもいいよ別に。キツネ149号さん、お前いつまで夢物語してんの。キツネ148号さん、光が当たってるからかわからんけど、何カー君の詐欺事件って何かあったの。キツネ150号さん、カー君の詐欺事件について一言お願いします。いや知らない、カー君の詐欺事件。キツネ53号さん、ドイツ人だっけな、それと結婚した、なんかチェロかなんかの奏者。キツネ151号さん、なるちゃん。キツネ147号さん、笑い男は無課金税。キツネ9号さん、光が当たって無じゃない、光が出てるんだ。キツネ148号さん、渋くて良いじゃないですか、光ない方がいい。キツネ41号さん、どっちにしろイケてる。キツネ53号さん、初めて好きな人できたの何歳。17歳かな。ライトマジックだった。あ、違うな、15歳かな。恥ずかしい。15歳かな。キツネ95号さん、和道はいい顔してるわ。初めて手つないだのは17歳かな。はずはず、知らない。カー君が荒野亡くなった原因なの知らない。初めて手つないだのはキツネ9号さん、照れてる顔が可愛い。キツネ150号さん、カークルが荒野がなくなった原因なの知らないの。知らない。キツネ53号さん、初めてデートしたのは。初めてデート17歳かな。キツネ151号さん、理屈枠はここですか。キツネ137号さん、初めて他人の性器に興味を持ったのは何歳。 Y は5歳かな。キツネ59号さん、誰だよカー君って。性に目覚めたのは小学4年生だね。キツネ131号さん、今日の顔いい男やな。キツネ120号さん、囲われ配信も楽しい。キツネ152号さん、ナルシストの俳優ならわかるけど、なんで裏方の監督がナルシストぶるんですか。滑稽ですよ。キツネ139号さん、和戸さんの鼻で栗をなしたい。キツネ53号さん、手つなぐときドキドキした。キツネ150号さん、荒野からお金奪ってたらしい。カー君今逮捕されてる。マジで。え、なんで逮捕されたの知らない。え、本当に。キツネ60号さん、荒野はカー君に金銭的に追い詰められたんだよ。いや、わかんない、全然知らない。キツネ117号さん、スターリンの遠藤道老膵臓がんらしいね。キツネ148号さん、大分イケメンですよね。こういう顔でカメラ持ってると本当に絵になる。パサ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 。キツネ9号さん、ようこそここへ遊ぼうよパラダイスのカー君か。キツネ95号さん、カークルって誰。モデルになる。キツネ60号さん、荒野は払わなくていい金をずっと払ってた。キツネ41号さん、今日はいいね、今の今のいいね、かわいいよ、それかっこいい。キツネ139号さん、カメラを止めるな。キツネ83号さん、このアングルの方が好感持てるわ。キツネ13号さん、荒野いろんな人から金巻き上げられてたらしいからね。キツネ120号さん、ヌードを撮られたい。キツネ150号さん、不動産屋やって頼む嘘らしいよ。キツネ105号さん、撮られちゃった。キツネ41号さん、やばい W 恥ずかちい。キツネ139号さん、ソニーのロゴ削って和道にしましょう。キツネ117号さん、エロカメラマンに合ってるわ。キツネ137号さん、
カチンのことか、掘りたいよな。キツネ82号さん、すごいうっちそう。キツネ9号さん、もっと取って。キツネ153号さん、カークンですい。キツネ95号さん、カークルって誰なん。キツネ154号さん、あらやだエロい。キツネ105号さん、バックスラッシュヒバキュースユラクシアイユン。キツネ60号さん、カークンは過去はドちゃんに絡んできた詐欺師。俺でも会ったこと2回しかないかな。あのフグごちそうになりながら、あの雑誌の連載の話持ってきた人だね。キツネ153号さん、カークルって配信者。キツネ139号さん、羽生結弦にそっくり。キツネ82号さん、足悪いよね、ちょっとね。キツネ83号さん、今日のアングルめっちゃいいけど画質いつもより良くないね。キツネ150号さん、カー君はただのリスナー。キツネ137号さん、そこでのんちゃんの白黒のヌード撮って新宿の大ガード下で売ろう。キツネ155号さん、何で目寄ってるの。キツネ148号さん、ワドさんが撮ってるとこう撮りたい、絶対セクシーだよ、撮影してるとこのワドさんはいい。撮ってよ。キツネ117号さん、何の雑誌。ナックルズって言われたね。ナックルズに連載してくれって言われて、で、分かったっつって、たむたむ大丈夫だった。たむたむ大丈夫。キツネ60号さん、あの雑誌の連載は嘘だったかもね。ワドちゃん、ハカー君、何か嫌な感じしたのかな。キツネ59号さん、たむたむは大丈夫なのなの。キツネ154号さん、実はナプル。キツネ153号さん、ただのリスナーがなぜ逮捕ってわかるのかな、フェイク。ねえ、なんでわかんだろうね。キツネ117号さん、ちょっと寄り目は女の子なら可愛いし、男ならかっこいい。キツネ150号さん、深夜っちょ枠で暴露して、宝カークの存在は結構知られてる。あ、そうなんだ。暴露枠があったんだ。よくここにも来てたけどね、コメント書いてたけどね、全然絡みないから分かんないよ。普通に仕事の話があるって言って飯をおごってもらったのと、あとドルさんのあのオフ会に一回一緒に行ったかな。キツネ24号さん、ワドさんの暴走枠また見たい。キツネ153号さん、逮捕がカークルって名前ではないからね、本名で逮捕されるよね。キツネ24号さん、ワドさんもたまには毒抜きしないとね。キツネ150号さん、本名も知られてるよ。キツネ150号さん、50章1。キツネ153号さん、本名はなんていうの、名字でいいよ。キツネ24号さん、ワドさんも人間なんだし、たまにはあるよね。キツネ153号さん、丸を教えて。キツネ156号さん、しかし気持ち悪い顔してますね。キツネ157号さん、あれ、アイプチしました。いや、しないけど。キツネ150号さん、箸。
キツネ24号さん、人間らしさを感じます。キツネ117号さん、一リスナーとしての一番好きな配信者だね。キツネ158号さん、いくらで一晩付き合ってくれる？金で女抱かねえよ。かっこいい。男かい。キツネ158号さん、男だけど。キツネ153号さん、橋、教えてくれてありがとう。キツネ24号さん、ワドさんといっぱい交わしたかった。キツネ41号さん、タイプだったら抱いてくれんの？キツネ117号さん、クソカスカオスは確かにカオスだもんね、わら。キツネ150号さん、顔写真も出回ってます。去年よりだいぶ太ってる。キツネ157号さん、焙煎は8万使って大阪に君に死に行ってたよ。キツネ159号さん、オナに配置したの？キツネ24号さん、和道監督。出回ってるんだ。回ってないじゃん。出回ってなくない？24号さん、社長になったらぜひ我が社の HP を和道さんにお願いしたい。キツネ117号さん、ぶっちやけ他の人の配信もよく見ますか？いや、あんま見ないですね。あんま見ないですね。え、これカー君じゃないけど、俺会ったことあるけど全然顔違うけど、全然嘘じゃん。ほんとネットデマ多いな。全然これカー君じゃねえよ。全然カー君じゃねえわ、これ。俺の知ってるカー君じゃない。キツネ150号さん、荒野の彼女だったリカ子のツイッターに載ってる。リカ子？なん、URL 貼って。もう全然違う人だよ。キツネ24号さん、ネットはファンタジー。ネット嘘多いな、悪質だな。太ったんだよ。いや、違う、顔にタトゥー入ってるから。キツネ117号さん、会社の HP いくらでやってくれるの？全然違う。会社のホームページ、僕ホームページ作ってないですね。はい。僕は動画制作と写真しかやってないですね。首に同じタトゥーあったから本人に間違いない。じゃあ俺が LINE 送ってくれたら本人かどうか、俺会ったことあるんだからわかるじゃん。じゃあ送ってよ。URL を、そのツイッターの URL 送ってよ。今見てみるよ。俺は絶対間違えないから。キツネ24号さん、ワドさん、いくらで会社の PR 作ってくれますか？これ PR 動画？キツネ9号さん、カー君の顔がいくらくらいだろう。どうとかどうでもいいし、やめた方がいいよ。3分10万ぐらいかな。3分10万ぐらい、相場的には。3分の PV10 万、うん、それくらい。1分ぐらいだったら5万。キツネ150号さん、和道さんと会ってた時の YouTube も証拠動画として貼られてました。2、3万じゃちょっと厳しいですね。キツネ24号さん、 2.3 万じゃ無理か。キツネ117号さん、2、3万だと写真の価格っす。配信また見たい。写真の価格っす。動画だと編集作業とかがあるんで、うん、動画だと1分5万、3分で10万ぐらいかな。キツネ24号さん、実際会社から依頼来ない？来てる来てる。キツネ158号さん、冗談は寄せ。
キツネ160号さん、プロに頼めよ、わら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 。プロに頼んだら5分30万とかだよ。キツネ24号さん、和道さんのセンス好きです。ありがとうございます。キツネ9号さん、作りたいものだけ作った方がいいよ。まあまあ俺もそう思う。作りたいもん作った方が、ただまあアーティストとして買ってくれるんだったら。キツネ161号さん、大丈夫か。アーティストとして評価してくれて、あのポートフォリオにしていいんだったら全然作るよ。キツネ82号さん、僕は和道さんが好きです。ありがとう。キツネ117号さん、揺るぎない勘違いプリ、悪くないわら。いや相場だから、全然全然相場よりも安いから普通だよ。キツネ153号さん、荒野の彼女のリカが荒野を追い詰めて殺か殺したと思い込んでいた。キツネ162号さん、安売りっていうか別に、だって動画作りたいんだったら他行きゃいいじゃん。キツネ150号さん、あと1995万910KOUYA で、俺にどうしても俺に作ってほしいっていうんだったらね、あの俺が提示した額で噛み合うかどうかってだけの話だから、別に世の中に腐るほど動画制作会社があるんだから、俺に作ってほしいっていうんだったらさ、あの俺の価格でやってよって感じで、うん、ああそれだけでしょ。キツネ163号さん、ゲイハガ。キツネ162号さん、チャンスを与えてもらってるっては思わないのかな、リスじゃなくて。いやいや、仕事だったら何がチャンスなの。俺あの普通にあの時間拘束されるんなら普通にお金払ってもらわないとダメでしょ。仕事にならないでしょ。違う普通に動画作ってって言うんだったらギャラ払ってもらわないと、なんでタダで取りに行くんだよ。勘違いにも甚だしいだろ。何がチャンスなんだよ。どれがリスってたよ、うん。キツネ165号さん、何が和道監督や賞。おかしいでしょ。別に俺からさ仕事くれって言ってるわけじゃねえんだから、うん、俺の動画作りたきゃギャラ払えって話でしょ。は、うん、めちゃくちゃだよ本当に。何がチャンスなんだよ。キツネ162号さん、たくさんの人に見てもらうチャンス、もちろん金は3万円もらってさ。キツネ164号さん、お金もらうほどの腕前あるの。キツネ158号さん、プロになるために修行させてあげるんだよ。キツネ117号さん、どれ、カオス、ワド、全員何かが残念で非常に惜しい、残念。キツネ163号さん、エルピト会、大熟年夫婦だな。
狐9号さん、自主制作の良いところは全て自分の思い通りに作れるところ。企業の仕事になるとしがらみがあって納得したカンパケにはなりにくいよ。狐164号さん、カオスは地味に面白い。どれは物知り、数道はよくわからない。狐153号さん、和土監督は趣味程度の素人だよ、あまり詰めないでね。狐162号さん、これじゃアクセの二の舞になっちゃう。仕事としてはやっていけないよ。今は数をこなす時と思うけどな。めんどくさい、ほんと。狐164号さん、実績ないじゃん、監督の。いや、俺が作りたいって言ってないから、実績がどうとか関係ないから、なんでやりたくないことやらないといけないんだよ、俺が。バカか、お前ら。狐167号さん、詐欺師。狐168号さん、昔はよく着てたけどなんか変わったよね。昔はよく着てたアピとかいらないから昔ファンだったアピとかいらないよ、狐117号さん、オファーするときは実績を参考にして作品を見て頼むからね。狐169号さん、カス集めた映画なんて誰が見るの。狐170号さん、卑屈やな。狐158号さん、そんなんじゃいつまで経っても素人のままだな。狐163号さん、高光監督。狐171号さん、昔より前に進まなきゃいかないから昔にこだわってられないもんね。頑張って映画作ってください、うん、狐59号さん、スタップ細胞はありますか。あります。狐117号さん、スタップ細胞はありません。狐78号さん、広末涼子ですか。狐172号さん、なんですぐにピキるの、落ち着けよ。狐117号さん、今日は何か食べた。
今日おにぎり2つ食べたね。温泉でも行ってたのか。おにぎり2つと焼き鳥食べたよ。キツネ150号さん、キツネ枠楽しいですか。常105号さん、海宝さん彼氏できたんですね。おー、なんか海宝彼氏できたっぽいね。自分緑茶好きなんだけど、うん、和戸さんは飲むの？あ、緑茶大好きだよ。うん、好きだよ、玉露は。美味しいよね。46号さん、キツネ58号さん、うん、うまい。でも玉露はほぼ飲めないよ、高くて、セミコロン。174号さん、北野さんに会わせてもらえないの？内緒。キツネ175号さん、和道さんイケメン。あざす。キツネ176号さん、なんでサメちゃんと仲悪くなったの？いや、別に仲悪くないよ。いい、何、仲悪いって何？もう全然仲悪くないよ。うん、狐178号さん、今度こそ中途半端にならないように。狐177号さん、こんにちは。はい、こんにちは。狐176号さん、メメントモリバカにしてたじゃん、わら。狐179号さん、メメントモリは笑うぞ。今日抱いてもらえませんか。今日は抱かないですね、はい、誰だか分かんない人抱けないですね。あ、テルチャンピンは抱いてくれるらしいよ、花火投げると。テルチャンピンのところ行ったらいいよ、花火投げると抱いてくれるから。
狐59号さん、メメントワド。狐9号さん、てるちゃん優しい。狐41号さん、てるちゃんピンブスだもん。てるブスか？俺よりかっこいいと思うけど。俺よりイケメンだから花火上がってんでしょ。風船ありがとう。イケメンであればあるほど、あの、金が稼げるから。キツネ177号さん、緑茶飲んでるの？何飲んでる？ウーロンだね。キツネ180号さん、風船をプレゼントしました。ウーロン。キツネ105号さん、ワドさんも得してるね。キツネ41号さん、ワドさんのがセクスイ。色恋なんかできるように見える。色恋さんの方がイケメン。色恋なんかできるように見える。色恋しないの？できねえよバカよ。狐59号さん、彼女がいないから花火上がってるだけ。狐150号さん、どうなんだろうね、テルね。稼げてんじゃないの？テルいいやつだよ。テルは人の悪口言わないし良いやつだよね。まあいいやつだね、テルは。テル悪口言わないよな。まあ、カレーの件は一生根に持つけど、カレーの件は俺は許さないから。キツネ176号さん、色恋してみてよわら。いや、しないよ。女の子泣かせるようなことしたくない。キツネ59号さん、9号は本人です。9号は本人って何？あー、テルの自演ってこと。キツネ179号さん、てるちゃんピン喉がイケメンなのかわかりません。 BS でも嫌な BS な顔なんで、ちょっと。おーん。キツネ60号さん、ロハコに色恋してたじゃん。カップラーメン、見返りにカップラーメン送ってきた。キツネ9号さん、いや、料理は好みだから、みんながみんな好きな料理なんてない。キツネ176号さん、色恋されたら貢ぐから色恋してわら。マジで？絶対嘘なんだけど、絶対嘘なんだけど。キツネ120号さん、色恋できなそう。できないと思うよ。どうやってやるのかわかんない。キツネ150号さん、なんだかんだのんちゃん大事にしてるところがいいよね。絶対嘘だよ。あ、大事だね、のりこはね。のりこ大事だね。キツネ181号さん、ワドさんなんか顔が精悍になった感じする。疲れてクマができてるだけだよ、ほら。疲れてクマができてるだけ。キツネ182号さん、ワドツ。はい、ワドツ。キツネ105号さん、ワドさんにはのんちゃんがいるからぬ。あ、のんちゃんがいて応援しないっていうのは本当のファンじゃないと思うよ。キツネ182号さん、カラコンじゃない、色素が薄い。キツネ181号さん、あら、お疲れか。キツネ183号さん、浅田真央そっくりや、なわらわらわら。抹茶色、色素が薄い。キツネ175号さん、イケメン。キツネ83号さん、サメちゃんがうつ気に入ったみたい、死にそうな顔。キツネ120号さん、イケメン。キツネ59号さん、誰が一番のファンなんだろうな。誰が一番のファンなの？
狐177号さん、ああ、和田さんが彼氏だったらなわら。誰なんだろう、俺の一番のファンって。誰なんだろう。狐150号さん、サメ島の定期的な打つ気なんなんだろうね。誰だろうな。あ、この人俺のこと好きなんだなって。誰だろうな。痩せてないよ。キツネ59号さん、ノリコか。キツネ183号さん、ワド痩せた。キツネ105号さん、言いたいけど言えない人が多いと思う。言いたいこと言いなよ。キツネ120号さん、いや、ミスケは俺ガチ恋勢じゃないと思う。ミスケはミスケはガチ恋勢じゃない。絶対違う、絶対違う。なんでかっていうと、ミスケノリ、ミスケ合ってるし、ノリコとノリコとも普通に話してるし、あのね、もうミスケの初対面のリアクションでわかる。あいつ半端じゃねえよ。俺に会った時に、俺冗談で俺生の方がかっこいいだろうっつったら、なんて言ったと思う。肌が荒いって言ったの。ムカつくだろ。俺ちょっと傷ついたもん。あいつね、結構毒吐くんだよ。なんか画面で見るより肌汚いって言われて、すっげえムカついたもん。なんだこいつとか思って。初対面がそれだよ、挨拶が。絶対ガチ恋勢じゃない。ディスから入ったから、あいつ俺のこと。ふざけんじゃねえよ、ほんとに。絶対違う。ミスキーはガチ恋勢じゃない。デレ隠しだよ。狐102号さん、肌荒れ W。 肌荒れを指摘するってすげえよな。狐185号さん、歌うまで歌うと決まりましたか。なんでイライラした日いつも和道さん直樹兄さんの試合にぶつかったら、なんでイライラした日に俺が負けた試合見るんだよ。ふざけんじゃねえよお前。なんで俺が殴られてんの見てスカッとしてんだよバカ野郎。あれれ、ふざけんじゃねえよ。狐41号さん、キラコアンチコメントじゃねえかバカ野郎。キツネ105号さん、歌うま何歌おうかね。自分和戸さんのご近所だからよく見るけどオーラあるよね。キツネ150号さん、よく見ます。昔のリスナーはいなくなった。本当に昔のリスナーは誰が残ってんだろう。古いリスナー、まあ入れ替わっていくもんだからね。じゃあ今聞いてみようか。俺のこと何年見てる、何ヶ月見てるか書いて。狐9号さん、俺はそういう時はドレさんとのスパーリング見るよ。俺何年目か。3年見てる。古いじゃん、いるじゃん昔のリスナー。3年狐58号さん3ヶ月。狐83号さん3年。うん、狐59号さんからだ。またな T シャツ作るの。狐41号さん2年、うん、キツネ150号さん3年はニコ生の頃だな。キツネ177号さん、私3年。キツネ13号さん、ニコ生の頃から見てる。キツネ184号さん15分。キツネ120号さん2年1ヶ月。うん、3年2年が多いね。キツネ175号さん3年。キツネ186号さん、こんにちは。はい、こんにちは。キツネ59号さん、日光年。キツネ187号さん、こんちには音符。はい、こんにちは。キツネ150号さん、昔の動画見たけどアパートの壁へこませたの受けた。引っ越して2日目ね。引っ越して2日目。引っ越して2日目な。キツネ120号さん、ふわっち当初はリスナーだったけどフレームを黒にするのが無理だったわら。狐
ね187号さん、ね、今日はキツネなんですね。キツネ150号さん、わらわらわら。キツネ9号さん、確かにそこは撮影禁止。キツネ188号さん、うなちゃんマンに全パソコン叩かれたじゃん。あれ壊れた。壊れた壊れた。キツネ150号さん、さすがですわら。キツネ58号さん、撮影しちゃったけどね。キツネ59号さん、今日はオフの顔だね。今日オフだね。キツネ186号さん、後ろにいるのは小鳥。キツネ179号さん、ふわっちのトラックで和道さん知りました。かっこいい人だなぁと思ってトラック写メ撮りました。キツネ177号さん、今日はコンタクト。キツネ105号さん、今のサロに一言お願いします。キツネ187号さん、ひげ整えたんですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした、本当に。キツネ59号さん、アイテム投げろー枠面白いのに。キツネ105号さん、わらわら。ヒゲ整えたね。188号さん、今のうなちゃんマンやっぱオワコン。どうだろうね。キツネ186号さん、うなはなんでブロックしまくるんだろ。キツネ189号さん、ハゲすぎじゃないかな。キツネ58号さん、フグちゃんとのコラボで知ったよ。ワドさん、見始めたのが最近。キツネ59号さん、和道は正面アングルを避けています。キツネ186号さん、ヒゲにも赤入れよう。あー、ヒゲに赤いいね。ヒゲに赤はいいな。キツネ59号さん、カズンさんにまた世話になるの。キツネ83号さん、カッパことぶきしかスシロー行きたい。スシローとかかっぱ寿司、新宿ないんだよな、あんまりな。キツネ105号さん、そうだよね。キツネ69号さん、元彼と似すぎてて思わず見ちゃった。元彼。キツネ177号さん、いいね、ヒゲに赤のメッシュ入れて。ねえ、ヒゲに赤のメッシュね。
キツネ190号さん、カズミチって下そうだよのは。キツネ188号さん、和道少し前ハゲてなかった？生えたの？キツネ59号さん、卵味噌とつある？キツネ191号さん、おばあさん。キツネ120号さん、何見てる？キツネ105号さん、卵味噌アルタトツしてこようかな。キツネ192号さん、後ろにババア入るのか？キツネ177号さん、和道さん横顔いい顔だね。ありがとう。キツネ193号さん、解放とエルピ付き合った？キツネ9号さん、脚本の書き方ダンカンさんに教わった？
狐105号さん、海宝さんの彼氏は別の人。狐194号さん、ワドツ。狐193号さん、そうか。はい、ワドツ。いやいや、ダンカさん、あれから会ってないよ。狐193号さん、コメントが2人幸せに願ったから。狐195号さん、ぬる風呂に浸かりすぎ。狐194号さん、なんでかな好きだわ、ワドさん。狐196号さん、なんか元気ない。いや、元気だけど。狐59号さん、白飯美味しそうに食べますよね。ご飯大好きっす。狐197号さん、こんにちは。こんにちは。狐41号さん、和道さんの空気感が好き、落ち着く。狐69号さん、お腹すいた、何食べてるの？クッキー。狐86号さん、石野は生きてる？死んだ。狐59号さん、クマのアイテムってお金になる？なんない。クマのアイテムなんかあったっけ？狐194号さん、いろんな配信者見るけど、結局戻るのはワドさんだわ。理由はないけどなんかね。自然体だからだ。作ってないからだ。狐86号さん、熱海配信は良かったのは。狐41号さん、戻るの分かる。狐198号さん、花火に子も上がって良かったね。狐196号さん、安定の配信者。
キツネ105号さん、リスペクトしてる配信者無理にでもいいので教えて。配信者へリスペクトしてる人なんか一人もいないよ。1979個目、オーナメント、玉をプレゼントしました。一人もいない。キツネ199号さん、気持ち悪い女どこ？キツネ105号さん、やっぱりわらわら。キツネ194号さん、ボリボリ、ゴリゴリ、むしゃむしゃ。キツネ59号さん、定期人にサボらないで。キツネ69号さん、たまたまやってみた。常59号さん、あら延長延長。次は通常枠でやろう。177号さん、和道さん、綺麗だね、音符。キツネ194号さん、少しだけど。おー、ありがとうございます。グレート花火ありがとう。少しじゃないじゃん、全然。5000円分だぜ、おい。ありがとう。キツネ105号さん、わわ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 わだよ。ありがとうございます。サンキュー。次枠は通常枠です。キツネ200号さん、キツネでアンチコメのブロックお疲れ様でした。キツネ196号さん、おかしな人が突してきた時の対応が好き。キツネ58号さん、またにいい。はいはい。キツネ193号さん、解放のこと好きだったが彼氏ができたなら諦める。キツネ201号さん、おつがどう。